玄米トマトがご紹介していきたいと思います。玄米からねすぐお粥も炊けちゃうんですけども、今日はそこにねトマトと豆腐を入れて、じゃあねお米を洗っていきましょう。食べれるものはねなるべくね皮も剥かずにね丸ごと食べた方がいいです。玉ねぎはね粗みじんなんですけども、トマトよりはね小さく切るようにしましょう。さあそしたらね玄米をお釜に入れまして、お料理のお水めちゃくちゃ大事ですからね、いいのを使っていきましょう。そこにねケチャップが大さじ2、そしてコンソメがねサラサラっと小さじ1/2、玉ねぎ、トマトをね加熱した方がねリコピンのねパワーがアップしますからね。そしてねお豆腐はこのままドン、おかゆモードにしまして、でスイッチオン、もうね全部任せれるのがいいですよ。さあそれではね出来上がりました。ここでかき混ぜる時にね豆腐をちょっとね粗く崩していきましょう。じゃああとはねビタミン C たっぷりのパセリをちょっとかけたら完成です。あ、いい香りですね。ちょっといただきます。うん、あのトマトの酸味とねケチャップの甘みがちょうどいいですね。ちょうどいい。